広島市南区の中西歯科医院副院長の中西茂です。当院では歯科医療を通じてスタッフ一同魂を磨き、全身の健康回復とその維持向上を図り、もって国と社会に貢献することを心がけています。基本的に詰め物、かぶせ物の作成はコンピューター制御のシステムを用いて行っています。コンピューター上で設計から削り出すところまでできるため、オールセラミックやジルコニアなど目立ちにくく強度が高い素材も短期間での作成が可能です。歯科技工士が常駐しておりますので、場合によっては歯科技工士と打ち合わせることもあり、患者様が求めるイメージに対応できる環境を整えています。当院のセラミック治療の一番の売りは、何といってもその日のうちにセラミックが出来上がることだと思います。カドカムシステムを用いて型取りを行い、作成まで行っているので、粘土で型を取るのではなく、コンピューターで型を取ることができます。セラミック治療のメリットとしては、歯を美しく見せることができます。歯並びを整えたり、噛み合わせを良くすることもできます。またその日のうちにセラミックを入れることも最大のメリットだと思います。劣化することがなく、何もなければずっとお口の中で使うことが可能です。歯科技工士が常駐しているため、患者さんの求めるイメージに寄り添ったものを作ることが可能です。デメリットとしては自由診療になります。光学印象用のセレックを2台導入しています。型取りから削り出しまで最短で30分で作成することが可能です。口腔内カメラを使って 3D かつフルカラーで型を撮影します。その後、患者様にも確認していただきながら、チェアサイドで設計を始め、設計後はすぐに削り出しを始めることができるので、最短1日でかぶせ物が完成します。その後、定期的な通院が必要になることもあります。もちろんできます。むしろ神経がない歯は10年後の抜歯のリスクが高いため、なるべく再治療が少なくなるセラミックを入れて10年から20年使ってもらうことを強くお勧めします。セラミックは劣化することがないため、何もなければずっと使うことが可能です。セラミックが変色することはありません。注意点としては、装着後1日から2日間は色の濃い食事を控えてください。また氷や飴といった硬すぎるものは割れるリスクがあるため注意が必要になります。医療法人明日会中西歯科医院の中西康治でございます。私は類天疱瘡という難病を患いました。なんと食養生で完治したのです。私の体験を通して皆さん方に健康の大切さをお伝えしたいと、食育をお伝えしたいと思っております。皆さんと一緒に健康を保ちましょう。皆さんのお越しをお待ちしております。